東京マーケットワイド生放送でお送りしています。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくどうぞお願いいたします。今日は暑いですがね。そうですね、青空がちょっと雲が多めなんで。多めになってきましたか。そうですね、まあ、それでもやっぱり蒸し暑いです。蒸し暑い、はい、はい。兜町の今交差点の模様が後ろに出ておりますがね、はい、はい。さあ今日359円高、はい、今そうですね、はい。大幅反発という形になって、大幅上昇という形になっております。イギリスの国民投票ですね、 EU 離脱に関する国民投票を控えまして、大きく売り込まれてきたんですけれども、今日は、残留派の方が優勢になったんじゃないかという見方もありまして、買い戻しが優勢になっているという形です。はい。ここ真空地帯を大きく下げてきましたので、その中の何て言いますか、あや戻しといいますかですね、を真空地帯の中でこう実反発で取るような短期的な売買が結構多いんじゃないかというふうに思います。はい、はい。なかなか長期的なとスタンスでの投資というのはまだ難しいのかなという感じですね。はい。さあ今日のお話ですが、はい、はい、そうですね。それではまず、ちょっとだけ今週の予定を見ていただきます。はい、はい。今週の予定ですけれども、こういった感じでこの23日に EU 離脱に関する国民投票がございまして、その日からその翌日にかけてユーロ圏で EU 首脳会議がございます。あと、アメリカの方で指標の方は新築住宅販売件数、これは4月が良すぎたので、今回は市場予想はマイナスの 8.7% ですけれども、比較的堅調な動きが続いているという形ですね。中古半住宅と住宅関連という形でございまして、特にやっぱりここが一番最上注目というところですね。今後のスケジュールも失礼しました、こういったところでございまして、7月に入りますと参議院選挙、そして、アメリカ日本の金融関係の会合がございまして、31日は東京都知事選挙という形になります。チャートを見ていただきますと、為替相場の方はこれは先週末前ですけれども、104円台を割り込むような状況までいきましてですね、大きく円高進んでいました。まだ円高トレンドに変化はないんですけれども、自律的な戻りといいますか、円安方向への動きというのもある今日なんかが出ているのかと思います。はい。日経平均株価の方はご覧の通りでございまして、今日の前場までですね、ここです、前場までですね、こういった形で戻してまして、火曜水曜あたりの高値近辺16,080円とか15,970円と16,000円近辺の、あたりでちょっと頭打ちになっているというところでしょうか。この持ち合いを下離れてますので、まだ下向きなんですが、自律反発をが可能な水準まで下げてきているんじゃないかという感じです。週足もご覧のような形でございまして、あと日経平均株価の方は RSI の方がですね、14日ベース結構当たる確率高いんですけれども、この1月の水準が 9.9、15.1、4月のこの安値の近辺が 17.5 ということで 20% 割り込んでます。25% 割れがボトムという見方もございますが、直近では先週末が 24.8% です。ところで、ぼちぼち自律反発ゾーンは入ってきたという形が、今日動きに表れているんだと思います。ニューヨークダウも、比較的、下げたとはいえしっかりした動きでございます。このあたりですね、WTI 原先物 もちょっと調整含みとなりましたけれども、ここまでの調整幅にまだ及んでいない感じですか。まだ上昇基調は維持していると見てもいいのかなという感じですね。業種別の株価指数までちょっと行ってしまいますけれども、内需系、ディフェンシブ系はちょっと下向きになってます。陸運、小売、医薬品という形で、建設はちょっと横ばい、これらがちょっと堅調といえば堅調ですね。不動産はちょっと利下げがですね、追加緩和が先送りになったので下げていると。あと電気がちょっと強くなってますね。電気の押し目買いが結構活発化していると言えるかもしれません。自動車輸送機器も上向きという形で、こういった景気敏感株ちょっと上向いているというところがちょっと特徴になってます。はい。
さて、直近ですね、株式併合する銘柄が多いんですけれども、1単元をですね、1000株から100株に引き下げるという動きが目立ってまいりました、はい、それに合わせて株式併合も行う、行わない企業もあるんですけれども、行うという銘柄が増えてます。ところで、東証がですね、こういった形で、売買単位の統一に向けた取り組みということで、利便性の向上と誤発注リスクを低減するという目的でですね、投資家が株式投資する場合に、手がけやすい水準に、最低売買単位を持っていってもらうというのが、趣旨なんですね。それで2018年の10月までに100株に変更してくださいよということを言っておりまして、あと望ましい投資単位としてこの5から50万円への移行維持に努めてほしいという要請を出しております。というところで、100株に全部揃えるという方向で現在進んでおります。現在の投資単位は50万円以上未満に応じて、今4パターンの対応方法を例示してまして、その中には株式併合によって投資単位の低下を抑制するということもできますというふうに会社に提案しております。ところで、この直近ですね、14年15年に株式併合を行った銘柄、どういうのがあるかと、ちょっと主要な銘柄で見ていただきますと、例えば東洋ゴムとかマツダとか J フロント、そして H2O リテイリング、グリコとか、こういったのがありまして、割当率は例えばマツダですと5株を1株に併合するということで、株価は現在1610円、先週末ですね、これ本来の併合前の株価に置き直すと324円なんですね。こういった形で株価がこういう形で、非常にこう比率に応じて、高くなると、株主としての持ち分は変わりませんけれども、株価が少なくなる分、こういった形で、株価が高くなるという形になっておりました。同じように15年はこういった銘柄がこういった割当て率でですね、やったという形で、修正株価はこれからですね、こういう本来はこういう株価なんですけども、ただ蛇の目だと58円なんですけども、今580円という形になってます。それでこれですね、やっぱり、例えばマツダがですね、一時3271円まで上昇しました。マツダも経営改革などでですね、非常にいい車出してますし、経営良くなってるんですけども、株式併合を行ったことでですね、今現在は324円ぐらいの株価なんですね。ということで、富士重工が例えば700円台あたりから5223円まで一時上がりまして、今現在3800円ぐらいなんですけれども、実力でそこまで駆け上がった株価と比べればですね、やっぱりちょっと投資家としてはなんか急にこう株価水準が上がったような形で、ちょっと違和感は覚えるわけなんですね。たところで、投資家としてはですね、例えば相対的な株価水準が混乱するという弊害が一つありますし、あとはですね、例えば株内容が悪い企業が、優良会社として誤認されてしまうんじゃないかというふうな恐れも一つあるんじゃないかなと私は思います。あとはですね、見た目の値が坂によってですね、株価が大化けするというのが育ちにくいんじゃないかなという感じもいたしまして、若干その辺ちょっとどんなもんかなと、ただ単に投資家の利便性向上というだけがちょっと最重要視されてですね、そういったところはどんなもんかなという感じでちょっと疑問は持ってるんですけども、効果としては例えば PR など指標がですね、相対的な指標が重要視されて、ファンダメンタル指標ですね、そういったものが非常に重視されるような相場になってくるんじゃないかなという感じを受けます。今年ですね、株式併合を行う主な銘柄はご覧の通りでございまして、例えば札幌、昭和電工、 DYC、 阪急阪神の一例とか定人とかですね、こういったのが出てまいります。これでいきますと、例えば今日の終わり、先週末の終わりでいくとですね、換算株価はご覧の通りでございまして、例えば神戸港は87円ですけど870円になってしまうとかですね、DIC、前の大日本インキですね、こちらの方は2129円が2290円となってしまうという形なんです。もちろんこれ現在全部1000株単位で、これが100株単位になって、それと同時に株式併合を行うというふうな形になっています。ですから、先ほど申しましたけれども、相対的な株価水準を混乱させるんじゃないかとか、ちょっと内容の悪い会社を優良会社に誤認してしまうんじゃないかと、そういったふうな恐れはあるので、なかなかちょっとこう
泊まる点もあると思うんですけども、まあ、これから慣れていかなきゃ仕方がないのかなというふうに思います。さて、まあ、今日も銘柄スクリーニング、一つ持ってまいっております。というところで本業で安定的に稼ぐ高配当利回り銘柄、まあ、直近のちょっと改造しましてですね、10銘柄です。今日は出してみました。営業キャッシュフローが3期連続のプラスである、まあ、安定的に稼いでるということですね。あと売上高に対する営業キャッシュフローの比率が高めであるということ、それから自己資本比率が 40% 以上ということで、トピックス500の採用銘柄から選んでみましたので、どうしてもちょっと主力銘柄がほとんどになってまして、面白みに欠けるかもしれません。まあ、経常利益の伸び率も今期予想がですね、マイナスの 3% 以上ですから、3% より少ない、まあ、その 0% をもちろん上回っているという銘柄を選んでみました。日本タバコ産業 JT でありますとか、これが 3.13% の配当利回りですね、今期予想。クラレが 3.04、電化 3.34 という形で、赤は相変わらず来期の経常利益の最高更新予想でございます。あと JSR ですね、前の日本合成ゴムですか、それから住友ゴム工業、日本電気ガラス、そしてデンソーですね、トヨタ系のデンソー、これなんかも 3.29% ということで、あとそれから半導体製造装置の東京エレクトロン、それからこちら新宿区の青山商事ですね、こちらの方は配当利回り今期予想 4.62% でございます。経常利益伸び率も安定的に伸びる予想でございます。あとそれから NTT ドコモ、こちら 3% という形で、ちょっと大型銘柄ばかりになりましたけれども、まあ、業績の安定性のある銘柄から選んでみたというところでございます。今日はですね、そういったところからちょっと銘柄選択させていただきました。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきました。